はい、それでは今日はアレンジメント行ってみたいと思います。まずカゴを準備して、このオアシスですね、この反対側に点々がついてる、これ結構便利ですよね。まあ、うちはちょっとね、そんなアレンジとか作らないんで、こうナイフがないからちょっとカッターでね、バスッと切っていきたいと思います。まずこのカゴのだいたい高さギリギリぐらいまでこのオアシスを切って入れるんですけど、これぐらいかな、これぐらいのをまあ入れたら、だいたいこうちょっと出るか出ないかっていうところで、この残ったオアシスを半分に切って、これを両サイドにちょっと詰めていきたいと思います。まあ、こんな感じですかね。まあ、ちょっとアクシデントが発生しました。おっとっとっと。でこれをまあ大体こう水を準備して、この水の中にもう軽く浮かせるって感じですね。これを浮かせてもらって、勝手にね沈むんですけど、まあ大体1分くらいですかね。ほとんどの羽根さんはこういうの知ってます。まあ、その間にこのセロハンですね、まあ、カゴの中にもね、なんかこうビニールがあるんですけど、まあ、水が漏れたらダメなんで、これをちょっと大きめのをね準備して、この中にオアシスが入るって感じですね。まあ、オアシス入れた後にね、ちょっと水とかも入れたりするんで、まあ、本当は頑丈な方がいいんですけど、まだですね。そろそろかな。はい、OK。で、これをカゴの中に入れます。さ、そしてこれをこのセロハン引いてる中に、まず大きいのを入れて、あとは隙間にこの小さいのを入れるんですけど、まあカゴなんで、おりゃってやればカゴもちょっと変形しながら、こんな感じでしっかり入ります。まあ、そのスタンドとかね、羽根さんを作ったりするんですけど、このスタンドとかだったらね、もう似たような感じでやるんじゃないでしょうか。でこれは、まあ、魔法の水ですね。まあ、魔法の水って言ってもちょっと塩素系の PRG っていうお薬ですね。しゃ、これで、まあ、もうちょっとね、カゴの大体半分、3分の1から半分ぐらいはね、ちょっと水があった方がいいんで、しゃ、これで準備 OK。さあ、それでは今から花の紹介していきます。まずこれは高知県で作ってる百合ですね。3本入れます。で品種は、プレミアムブロンドでしたね。でこれトルコ企業ですね。ジュリアスラベンダーだったかな、ちょっと忘れました。であとは赤のガーベラと、この縁が蛍光色のピンク、めちゃくちゃ可愛いですね。品種なんだったかな、忘れました。品種はね、詳しい人に聞いてください。でこれシンビジウムですね。シンビもリップが赤の品種ですね。これ結構おすすめです。はい、そしてこのスーモくんみたいなモシャモシャを入れたいと思います。さあこれでレッツゴー。まずユリを入れる。これは11時5分です。はい、品種はプレミアムブロンドですね。でまず最初にどれを真ん中にしようかとか、どれが右かな、どれが左かなっていうのをちょっとだけね考えながら、トップはこれかな、これサイドかなっていう感じで、これでいきたいと思います。でだいたいトップの長さを決めて、それを一番最初に刺すんですけど、ちょっとねここからは見にくいかもしれないけど、だいたいオアシスをこう3等分にしてっていう感じで、こう奥側の3分の1ぐらいのところにこうトップをちょっと後ろにね沿わせるような感じで入れます。なんでかっていうと、こうまっすぐ入れるっていうよりも、ややこう後ろ気味に入れた方が、こうどん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 こう前かがみになってくるんで、バランスが取れます。今ちょっとね線引いたんですけど、もう全くね分かんない状況なんで、
で2本目は左側に入れようと思うんですけど、これはやや一番最初のユリよりもちょっと短めっていう感じで、なおかつこう中心のユリにちょっと沿ってるような感じですね。で次右側に入れるユリは左側に入れたのよりも若干は短めプラスアルファで若干まだ前にちょっとだけ出るような感じにこう組んでいくっていうか、そうすることによってちょっとだけ立体感のあるこうユリを入れた時にこう咲いてからも綺麗と思います。シンビジウムも右と左を若干こう決めながら、一本は背を高く入れようと思うんで、高い方は若干後ろ気味で背を高く、で中心のユリと右のユリのちょうど間ですね、ここの方が場所が空いてるんですよね。で次の新芽の方がちょっと気持ち短めで、あんまり短くしすぎるとちょっとこう、バランスが悪くなってくるんで、まあこんな感じですね、で次はジュリアスですね。でこれ結構ねステムが長いんで3本に割ることができそうなんで、で右取って左取ってっていう感じで、まあ3つつぼみとあと開花してる大輪の花っていう感じで、このちょうどねシンビジウム短くなったところのちょうど後ろぐらいにトルコキキョウが1輪、これが一番長いトルコキキョウですね。これをまず刺して、で今度はそこに入れた後にその辺そのシンビジウムの間ぐらいですね、ちょうどゴールドのシンビとこのラベンダーの紫はまた相性良さそうなんでいい感じですね。で長いの中ぐらいのでいったから次は気持ち短めのを左側に入れます。左右左っていう感じですね。で次はガーベラの赤をちょっとポイントに入れていこうと思います。花材をねもうそんなに使わない、まあ、使えないっていう感じなんで、もうトップの方からだんだんね中間ぐらいまで花が入ってきたんで、今度は下の方をねラッピングがここまで来るであろうっていう感じを計算しながら短くなりすぎずこう刺していこうと思います。一回これね刺したんですけどちょっと入りが悪かったんで、もう一回ちょっと切り戻します。意外とねガーベラの軸ってねなんかこう弱々しいんでね、あんまり長々とこうぐっさせなくなってくるんで、かといってね短く刺すとこう輸送中とかその持って帰るまでにこう花がこう浮いてくるとかなんか場所が変わるとかちょっとあるんでね、この赤のガーベラがねちょっと八重咲きっぽいような感じになってるのに結構綺麗です。本当にあのユリが白だし黄色ラベンダー色なんで、赤でねこれがこう締まるんじゃないかなっていう感じの、このガーベラを3本入れてから、この蛍光色ねこのガーベラがまためちゃくちゃ可愛いんですよね。でこれをまあ今入ってる赤のガーベラよりやや短めにっていう感じでちょっと凹凸つけながら、1本ねなんかこう入れにくそうなのがあったんでちょっとあの冷蔵庫に取りに行って別のガーベラに変えます。これを気持ち短めに入れていくんですけど、本当にねあのグリーンを入れないから本当にいけにくい感じなんですけど、まあでもあの絶対にグリーンがあった方がいいって、もちろんあった方が作るのも楽だし、お客さんの注文っていうそのちゃんとした注文だったらね、あのしっかりグリーンとか問屋で買ってでも入れないといけないと思うんですけど、これ一応あの同級生からの注文っていう感じだったんで、もうこの辺はラフにねもうでっかく作ったぞもうあとはよろしくねみたいな感じで、はい、それではスーモくんもしゃもしゃもしゃ、これをまあ大体3本ぐらいなんですけど、まあ、グリーンがあることによってねこうお花が引き立ちますよっていうので一応入れたいと思います。
まあでも花持ちはね、ほんとこれ抜群にいいんで、かなり長持ちすると思います。シンビジウムとかね、ユリも結構長持ちするんですけど、その次ぐらいで長持ちするんじゃないでしょうか。アレンジメントって結局はお客さんが喜べば OK だと思うんで、そんなにこう花を1万円だから こんなに豪華、3000円だからこんなにちっちゃいっていうよりも、その3000円でも5000円でも大きく作ってお客さんが喜んでくれたら、まあ、僕はいいんじゃないかなと思ってるんで、はい、とりあえずこんな感じです。さ、次はラッピングいきましょうか。まずラッピングは一旦右側に置いといて、でこの台の上にラッピングのペーパーを置きます。基本的にはその薄い色を置いてから濃い色を上に重ねるっていう方が、まあ僕はこうやりやすいっていうか、その薄い色を置いてから濃い色の方が、濃い色がこう薄い色からも透けて見えるよみたいなイメージがあるん で、ラッピング着るときはね、若干大きめがいいとは思うんですけど、大きすぎてなんかこうラッピングがでかくて余計にこう汚いとかもあるん で、次は金のメッシュです。こんな感じで、銀もね好きなんですけど、まあ、今回はねちょっと金を使ってみようと思います。花束の時にね結構銀を使ったんで、まあ、今回は金でちょっと行こうと思うんで、リボンをね赤にするんで、まあ、ちょっとこう綺麗な感じで、リボンはすいません、これねワンタッチです。なんでかっていうと、うちにあのリボンがないからです。はい、じゃあこのホチキスでアレンジを置いて、でだいたい左右が対称になるようにちょっと測って、でこれね基本的に前を僕は長めにして、後ろをちょっと短めにするんですよね。で基本的に前がここがすごいラッピングが豪華になったら綺麗なんで、まあ、これホチキスでギャザーを作りながら、こんな感じで3箇所ぐらい基本的に前をホチキス留めたら、次ねちょっと後ろ行きます。はい、こんな感じで、後ろを今度は、後ろは基本的にね短めにしてるんですけど、この左右をこれを持ってくることによって、そんなに後ろがねこう短くても大丈夫っていう感じで、そこがちょうどね V になるような感じでねやると、まあまあ綺麗なんじゃないでしょうか。ホチキスがなんかちょっとなくなってきた感じですね。これはやばい。でギャザーをホチキスで留めながら、サイドはねある程度こう絞っていくっていう感じでいいと思います。前と後ろをね綺麗にして、なくなったかなっていうことで持ってきました。はい、補充します。はい、こんな感じでギャザーは、なんか特にねこんなギャザーをしないといけないっていうことはないんで、まあ余ったギャザーをねどん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 寄せていくっていう感じでいいと思います。で前はこんな感じで、横もホチキス、だいたい前3箇所後ろ1箇所両サイドが2箇所ぐらいっていう感じですかね。はい、これで一周しました。でこっからメッシュをね入れていこうと思うんですけど、このメッシュがねもうグリーンがないから、このガーベラのところにウリャーっていう感じで詰めたら、まあグリーンの役割もしつつ、こう中からこう外にメッシュが来るっていう、こうそんな感じです。どうでしょう。まあ、これを左側にしたら、今度右側もガーベラとスーモくんの間ですね、この辺に入れながら、ホチキスで留めながら、ホチキスでまず中から留めます。
でその残ったのを外折り返して外に行って、でこれもそうなんですけど、こう全部にすればいいっていうもんじゃないと思うんで、まあ僕は本当にあの見える範囲であるとか本当に豪華に見せる、その一瞬のこう、全部しなくていいっていう感じですね。セロハンを、結構セロハンはね大きめに取ります。じゃないとセロハンは基本的にはこう風よけって言われるような感じで、輸送中に花が傷まないようにっていう感じもあると思うんですけど、僕はその空気を売るっていうか、セロハンまで一つの大きさのアピールができるんじゃないかなと思ってるんで、セロハンを大きめに取っといて、ね、これをまあ右角左角で、右角をきれいに合わせてギャザーを作ってからのホチキスでバチンで、そのまんま左側もきれいに合わせた上でギャザーを作ってバチン、ちょうど真ん中あたりにホチキスで、はい、これでもう止まりました。であとはセロハンをちょっとね大きいんで、こうサイドのホチキスはねだいぶ上目でいっときます。下の方でするとねもうキューってなるん で下側は本当にあのたるんでるのを持ち上げるぐらいの勢いですね。そんなになんかこうホチキスむやみやたらしなくても緩い感じでいいと思います。でこのリボンをちょうどこうギャザーをつけたところのセロハンをちょっとだけ開いてあげて、まあ、左を開いたらね右もとりあえず開いておきます。でその開いたところにリボンをつけて、このリボンはねもうワンタッチなんでつけるだけ簡単なんですけど、これでセロハンも商品になるっていう感じで、あの大きいアレンジがさらに大きくなったんじゃないでしょうか。まあ、そのカルリボンをね使ってもいいんですけど、そのカルリボンをとりあえずこれでカールさせといて、であんまりねこうギューッとした強いカールにすると僕はなんかあんまり好きじゃないんで、ちょっと緩めのカールですね。こんな感じで一応出来上がり、はい、いいんじゃないでしょうか。まあまあまあいい感じになったと思います。以上です。